論文ユーーーチュバです本日はですね同性愛に関する最新論文2019年に発表された論文をですね紹介してみたいと思います。はいということで1つ目の最新論文はですね同性愛遺伝子は存在しないということでまあ、よくちょっとねあまり知らない偏見にあふれてる人だとその同性愛 かどうかって決めるのは遺伝子の問題だとその同性同性愛になってしまう遺伝子が存在するんだからあまりなんか遺伝子的遺伝子を引き継ぐなみたいなそういう人を言ってる人も 見かけるかもしれないんですけれども、で、あるいはその、その遺伝子を治療、あるいはその取り除くかわかんないけれど、そこをなんか治療すれば同性愛は治るんだみたいな感じで偏見を語る人もいるんですけれども、一つ目の最新論文はですね、その同性愛遺伝子というのは存在しないよという論文ですね。で、これは、Large Scales GWAS Reveals Insights into the Genetic Architecture of Same-Sex Sexual Behavior ということで、 49万3,000人の同性愛行動をした人の遺伝子を研究したところその有利なパターンは見出せずということで、まあ、その同,性愛同性愛者に見られる特徴的な遺伝子パターンっていうのはなかったよっていうのがこの最新論文のから明らかになったんですね。で非異性愛行動はポリジン遺伝というふうに言われていると。あの そその著者の人はうういうふうに言ってるんですねでポリジン遺伝って何かというとたくさんの遺伝子によって1つの形質に影響を与えることと言っています。だからそのある1つの同性愛遺伝子みたいな,なるものが存在してそれから同性愛者になるってわけじゃなくてい,いろんな遺伝子が複雑に絡み合ってその同性愛という形質が生まれるそういうふうに語ってるんですね。で実際にその論文の中では5つのそのバリアント遺伝子の形質 特徴変異体の特徴みたいなのは挙げてはいるんですけれども、まあ、それがあの同性愛と優位に現れてるみたいなことは言ってるんですけどじゃ,こじゃあこれをがあるからといってじゃあ同性愛者かというと全然もう,そもう全く役に立たない予測,にの予測に全然使えないということで,でその他にもなんか数千の,いあの遺伝子と関連してその同性愛という形質が出てくるという話でなん、まあ、でしょう。だからこのせもし仮に 仮にその同性愛遺伝子なるものが存在したとしたらその同性愛者っていうのがこう先天的に決まるみたいな感じで決まってくるのかもしれないしそのなんかあの同性愛を嫌う人から遺伝子を治療って意味わかんないけれどっていうことはあるんですけどその複雑な遺伝子が絡み合って同性愛っていうのがあの生じる生じると言ったらおかしいですねそういう同性愛的な行動が見られるみたいなことは言っていましたね。 でまあ、そもそもその同性愛に関してその社会的文化的な影響によるものなのかそれとも遺伝的影響なのかっていうのがそもそも分かってないんですねなんか同性愛っていうのは同性愛のがっていうのがどうして生じるかっていうのがまあ生物学的にどうして生じるかっていうのが分かっていないと一応学説としてはその免疫説なんか男児,こ男,児男児に男児を妊娠するとですねその 免疫反応が生じると。で、それの免疫反応が蓄されて、蓄積されていくと、それが脳に、あの、男児の脳に影響に与えてるんじゃないか、みたいなことは、あの、示唆されてるんですけど、じゃあ、それ、それだったらあの、レズビアンの人はどうなるんだっていうところで、ちょっと疑問符がつくんですね。あるいは、まあ、遺伝素因説ということで、まあ、男性同性愛に関するその遺伝子が染色体に存在するのじゃないか、みたいなことは言われてはいるんですけれども、ど、んど、分かっていないと。な、ほんまか、みたいな。 感じですね。まあこういういの,の説が、なんか、一応いろいろなことは言われては、他にもいろんな説は言われてはいるんですけれども、どれも確定的なことは分かっていない。だけれども、その同性や遺伝子になるものは存在しないと。そういった最新論文でした。で、二つ目はですね、人類はエイズを克服しつつあるということで、なえっ、ー、と、これは、まあリスクをウェイ GIVA transmission through condomless sex in zero different gay couples with the h i v ブブラブラ,ブラという論文で、まあ、片方が HIV の陽性の人で片方がまあ陰性の人の,そのゲ,イゲ,イというゲイに限らずその同性愛のカップルに対して、まあ、HIV に感染している人キャリアに対してその治療薬を投,投薬してでもう片方の,あのカップル,ップルの,その感染しない人がもう。 どうなっていくのかみたいなのを経過観察したというです、ねえー、論文なんですけれどもこれなんか、まあ、コンドームのなしのセックスでも電播が見られなかったということで、まあ、薬でその HIV のウイルスが抑制されているよということが証明されましたということで、まあ、なかなかこの概要だけ聞くとそれなんかあや,やっちゃうんだみたいな感じには思わなくはないんですけど、まあ、それはな合意のもとと、まあ、あとは薬によるその安全対策のもとをやられているとは思うんですけれどもまあ HIV に限らずまあ病気の感染に関してはまあ2つ予防があって、まあ、一時予防ということでまあそもそも感染しない。 病気にならならいいめるととうことで二次予防はもし感染しちゃった場合でもその適切な治療あるいは薬を飲んだりとかすることによってですね十分制圧が可能だと。で HIV も実はその領域に達しつつあるわけでまあ昔とかはなんかもう絶対一生治らない死の病みたいな感じで言われてはい,るいたんですけれどもやはり医療っていうのは発展していってでその結果全然こう一生 付き合っっってていいいけけるるそういった病気になっているわけなわんですねでしかも今回の病気今回の病気じゃないか今回の論文だとそのなんかウ、えー、薬によってそのウイルスの活性が抑えられることによって、まあ、普通にゴムなしセックスも可能だみたいな感じで言っているので、まあ、今後はですね、まあ、病気自体をその感染を防ぐっていうのはまあもちろんことなんですけれどもそれに加えてまあ社会に対する偏見とどう向き,って向き合っていくかっていうところにですね フォーカスが移っていくのかなみたいなことを僕は思いました。やはりその HIV 感染者に対する偏見、そのなんか空気感染するんじゃないかとかしないんですけれど、あるいは何でしょう、もう不治の病でもう一生治らないみたいなとか、そういったですね、何でしょう、こう誤解とか偏見に基づく影響、悪影響からどんどんどうやってその取り除,い取り除くというか、その正しいあの知識をこう普及させていくかっていうのは今後の課題なのかなみたいなことは思いました。 で、三つ目の論文はですね、同性婚が同性愛者の自殺率を大幅に下げるという論文がありました。あります。え、uh、スーサイア m ン s e ソンフ d アインターセム e ックスオ a ジ r セ a クスマリージ n インデンマークスウェーデン、1989-2016ということで、同性婚が認められたデンマークとスウェーデンにおいて、その同性カップルの自殺率が46%も減少していると。 で特に若年層や女性において顕著だというところでそのもちろん全体的に見て自殺率は減ってるんですけれどもその明らかにその同性婚をした人の中での,その自殺率が顕著に減ってるということでやはりこれは同性婚による影響が大きいんじゃないかみたいなことが言われています、まあ、もうただただし依然としてマイノリティの自殺率は高いマイノリティというかそのあの異,性異性愛者に 対する同性愛者のその自殺率っていうのは高いということで、このやはり高齢者の自殺率、あるいはその死別した人、あるいは離婚した人の自殺率が顕著に高いということが指摘されています。まあ、これはなかなか難しい問題だな。というか、まあ、もちろん、その、まあ、こっちがセイムセックスということで、まあ、同性婚同性愛ということでで、こっちが異性愛異性婚ということで、もう明らかにこの差が顕著なんですね。 も,もちろん減ってきてはいるんですけれども減ってきてはいるんですけれどもまだまだ差があるということなんですねでまあ今後ね少子高齢化とか人口減少でや人なんでしょうそれぞれのこう個人が貴重,貴重になっていくわけだと思うんですよねまあ昔からもちろん貴重だったんですけどより一層その価値っていうのは高まっていく中でその自殺っていうことは結局そのんでしょう大変大変って言ったらおかしいなその自殺が ないいいいこことととの方が、まあ、いいよねいうことで、まあ、自殺が少ない社会っていうのをね、まあ、真剣に考える必要があるのかなみたいなことを思いました。まあ、日本のね20歳から39歳のね新1位は自殺ということで、ね、これってんでしょうもちろんねその、まあ、個々人の選択なのであまりんでしょう,もう自殺が悪い悪いっていう感じで言ってもんでしょうその自殺する人に対して響くわけではないんですけれどもその結局その自殺する 要因大きな要因としてやっぱり社会的な環境が影響あるというか問題あるという形,なの形だと思うんですよね。でどうやってその自殺し,しなくてもいい社会というか、まあじまあ、自殺するほど辛いといった時にその実際自殺する人としない人っていうのはどっ、まあ、かに分岐点があるわけなんですけれども,そのな、まあ、もう自殺するほど苦しいっていうのをこう社会全体で 軽減緩和していくっていうことをですね。まあ、昔からもちろん考えてはいるんですけれども、これからもっと考えていかないといけないかなというふうに思いましたね。まあ、なんかこれに関連してまあ、なんか全然余談になっちゃうんですけど、そのドルケムの自殺論みたいなのを昔読んだ時にその宗教において、その自殺宗教観における自殺率の比較みたいな感じで、そのユダヤ教と。 カトリックとプロテスタントを見た時に、まあ、ユダヤが一番自殺率が低くてプロテスタントが一番高いみたいなあとあそれは何でかっていうとそのんでしょう規律みたいなのがユダヤは厳しいんだけどカトリックはカトリックじゃないわプ,プロテスタントは緩いみたいなのをね前昔読んでてちょっと内容が今あの正確に覚えられてるからちょっと微妙なので、まあ、あまり過信しないでというか、まあ、チェックしてほしいんですけれども、まあ、そういうところを見るとですね何でしょうやはり 完全な自由っていうのはなかなか難しいなというか、ある程度その生きるための指針というか方向性っていうのが、まあ別に宗教に頼る、頼るというか宗教だけが選択肢だとは思わないんですけども、それをですね、なんか、提供って言ったらおかしいんですけど、各々が見つけられるようなで,ですね、環境っていうのがあるといいのかな、みたいな。 個人的には思っていますということでまあちょっと最後はちょっと余談になったんですけれどもこんな感じでなんか最新論文を紹介したりあるいは研究者にインタビューしておりますので是非他の動画もチェックしてみてください。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございましババイバイ